マイティ井上選手が出てきて、あっと、さあちょっと待ってください、ちょっとこの辺は冷静に見たいと思いますが、和田恭平が鶴田を制して、まだ手を両者の手は上げてません。また場外の勝負が始まりました。さあすごい勢いで場外乱戦。さあ鶴田と天竜激しくまだやり合っております。これがジャンボ鶴田の表情だ。鶴田が先に上がった。天竜は外だ。さあ何が起こったのか、さっきのマイティ井上の行動は果たして何を暗示しているのか、ちょっと放送席から分かりませんね、山田さん。そうですね、鶴田がリングなのか、これが天竜、ちょっとぜい珍しく天竜が大きく息をしておりますが、さあ鶴田がリングの中だ。さあ雪辱なるかどうか。また天竜が、はい、上がってまいりました。あっと先ほどのコーナーで、あ、天竜額を切りましたね。そうですね、いよいよ鶴竜対決、2度目の対決、今20分が経過。血を見て天竜、さあ勢いが出てきた。円錐、至近距離からの円錐を放つ、がっくりと膝をついたジャンボ鶴田、まさに大死闘であります。さあすごい勝負、日本武道館決戦 10.6、 日本武道館全日本プロレス創立15周年記念カードにふさわしい、すごいプロレスの本流を行く男と男のほとばしるような勝負。すごい勢いでまた始まった殴り合い、打ち合い、ヘッドバット、いやさあ、おっと和田恭平レフリーにを突き飛ばした。鶴田が和田恭平レフリーの壁を削った。ああなんだ、血迷ったか。なんだこれは避難55の日本武道館、和田恭平レフリー、これはレスラーに叩きつけられたので、もう一発でダウン。さてリングサイドはブロディが来たぞ。なんだ、あ、全日本プロレスに帰ってきたキングコングブロディが飛び込んでまいりました。さあまたまた大ハプニングの日本武道館決戦、ブルーザーブロディが来てジャンボ鶴田の髪の毛を掴んで、さあこの6メートル50センチ四方、このリングサイドをぐるぐる、回っておりますが、ちょっと今正式なコールでありますが、このキングコングブルーザーブロディの乱入は果たして何を意味するのか、まだ分かりません。若林さん、結果入りました。